グリーンチェイサーです。今回はこちらガシャポンヒロインドールストーリーズ2を紹介していきたいと思います。はい、前回1の時は白雪姫、シンデレラ、アリエルでした。どの子もとっても可愛かったですね。今度は何だと思いますか？自粛中なので今回はネットでゲットしました。なんとなくね、カプセルを見ると中身わかるかな。はい、想像してみてください。1個目、2個目、3個目、さあどれが気になりますか？なんとなくね、私これラプンツェルだと思うんですよ。どうかな。まずはこれから開けてみたいと思います。はい、全3種類ネットでね、買うとちょっと割高ではあるんですけど、確実に全種類揃えることができるので、ガシャポンできない今の時期はね、特におすすめです。どれもとっても可愛い保証はついています。さあ、1個目は誰だったかわかるかな。この色、そしてこの感じ、もうわかったんじゃないでしょうか。ラプンツェルでしょ。はい、当たり、ラプンツェル、可愛い。はい、ではパーツを全部出して組み立てていきましょう。はい、では組み立てていきましょう。どんな感じなのかな。こちらが、完成図なんですけど、完成図を見ると、これをまず外して内側に置くのかな。で、この上にこれを固定する感じですね。これでいいのかな？ちょっと、左上が高くなるような感じ。はい、この高くなった方の先に、この大きなパーツをつけて、後ろ側に小さなパーツをつけます。はい、で、これは、体を、はい、くっつけて、頭をくっつけて、髪の毛かな。はい、グッと押し込んであげるといいですね。あー、長い髪の毛も綺麗に作られています。すごい。なんかちゃんと立体的になっていて、こう、すごーい。足元もちゃんと、ちょっと足をずらして座ってるところが女の子らしくて、ラプンツェルらしくていいですね。はい、お花も髪飾りにしてあります。ちょっと手を胸の前で合わせてる感じ。このラプンツェルを乗せてあげます。これでいいのかな。台みたいになってるところに乗せてあげるのかな。こんな感じ。髪の毛とお尻が乗るようにすればいいのかな。絶妙な感じですね。うまーく乗せてあげればいいのかな。はい、ということで1個目はラプンツェルでした。では2個目開けていきましょう。どちらにしようかな。なんかどちらもアラジンっぽくて、うーんと思ってるんですけど。なんだろう。ちょっと不思議な方を置いときましょう。これ多分確実、あれですよね。ジャスミンだと思うんですよね。はい、では行きます。じゃじゃん。すごい、すっごい収納されてる。あ、これはパカッと開きますね。はい、そしてジャスミンがやっぱり出てきました。今回ほんと凝ってるな、このストーリーズシリーズ。新たに始まって今2回目なんですけれども、これは集める価値あります。前の普通のコレクションドールもとっても可愛かったんですけど、このシリーズはやばいですね。はい、取って、これ下にくっつけるんですね。はい、で、土台になります。はい、では続き組み立てていきましょう。全部パーツ出しました。ちょっとちっちゃいのもあるのでね、注意してください。こっちかな？まず、こちらに、あ、違う、反対側だ。反対側にこちらを差し込みます。すごい、ちゃんと持ち手になってる。で、反対側に、これですね。ケースの注ぎ口みたいな方をつけます。これでいいのかな？はい。
ここに、これですね。はい。草。刺しちゃいました。で、これはバランスを取る感じなのかな？あー、すごい。頬杖ついてるジャスミン、めちゃくちゃ可愛いです。はい。お尻もプリッとしてる。で、髪をくっつけてあげて、このジャスミン、ナイスバディなジャスミンをこの上に乗せます。乗る？乗る？これをこうまたぐような感じで、あ、なるほど。こうなるんだ。可愛すぎる。すごい！すごーい！ちょっと目のところが、あれかな？傷ついてる？あ、取れた。よかった。はい。引きで見るとこうなってます。可愛くないですか？すごーい！この乗っかり方はちょっと予想以上です。はい。ほんとこの上目遣いがめちゃくちゃ可愛いです。可愛い！はい、ということで、二つ目はジャスミンでした。では、ラスト三つ目、これは誰だったんでしょうか？開けていきましょう。わかる人いますか？この感じはちょっと、わかんないな。誰だろう。もう表紙の絵を忘れちゃった。あ、ベルだ！すごい！はい、では組み立てていきましょう。まずはこちらを分解。はい、はじめのラプンツェルと同じようなパターンですね。で、こちらを土台にして、この上に白いのを乗せます。なるほどね。これがティーカップになってたんだ。そしてこの中に、金色を入れます。どんな感じ？どうかな？金色の縁取りみたいになります。で、その中にベルを組み立てて収めてあげます。いやー、可愛すぎてため息が出る。すごーい。このバラがちゃんとこう、立体にというか、もう、これ自体が単体で作られたのがこう固定されている感じで、すごいんです。本当に出来が。やばい、これ本当に可愛い。はい、ドレス、下もフリフリになっています。この子を上に乗せてあげる。はい、上目遣いの可愛いベルの完成。本当に可愛い。はい、ぐるっと一周するとこんな感じ。もう、どこから見ても綺麗なフォルムで本当ため息が出る。綺麗だなぁ。ほんと見てるだけで癒されます。ちゃんとイヤリングのところのパーツは、キラキラしたようなコーティングがされていて、もういいですね。それぞれの子が本当に表情豊かで素敵なシリーズだと思います。はい、今回のシリーズの3人はこちらでした。お気に入りの子見つかったでしょうか？では、白雪姫、シンデレラ、アリエルと共に並べてみましょう。はい。金色の配置のバランスを見てこんな感じで並べてみましたが、いかがでしょうか？本当にどの子も可愛いですよね。こちら、ヒロインドールシリーズ、ストーリーズ、まだまだ続くと思うので、次回はどんな子たちに出会えるのか楽しみにしていきたいと思います。はい。というわけで、今回はカプキャラヒロインドールストーリーズ2を紹介しました。いかがだったでしょうか？では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。